検用です。今日はバイクのカウル剥がしをしようと思います。昨日走ろうと出発直前にエンジンかけようと思ったらバッテリーが上がっていたと。バッテリーが上がっていたので充電してエンジンかかるようになったからさあ出発と思って、重装備をして出ていったわけなんですけど、ほんの数百メーター走っていくところでモニターの電源が落ちていることに気がつきまして、それの多分ヒューズだと思うんだけども外してみようかと、ポジションはつかないけどライトがつく。エンジンはかかるんだけども USB などは電源が落ちてる。このガス系のヒューズボックスはここに入っているようなんですけど、カウルをね割らさんと取れないっていうか見れないみたいなので、カウルを剥がそうかなと思います。よっ、ミラーを外しますと、必ずこれ元に戻しておく。取れた。ヒューズボックスが取れましたが、ここに見える留め具点かな、留め具にこの輪っかが入っていたとタイプなので、もしかしたらカウルを外さなくてもヒューズは強引に取れたかもしれませんね。でヒューズですが、今回に選んでいるのはシグナル 10A のヒューズ、これが飛んでるんではないかと。裏に予備ヒューズがあるのは知りませんでした。はい、交換したんですけど、やはりヒューズ切れてました。配線を抜いてないからこれで全部つくはず。メーターつきましたね。ウインカーもポジションもついた。テールランプもついてるし、ブレーキランプつく。電気的にはこれで復帰。それを確かめたいので、はい、原因が分かりました。これUSB 電源を取る時に取り付けた、リレーなんですけど、これをね、コイルの方をシグナルの方から取ってたんですけど、そのシグナル側の方の電源プラス極のところに、今回のコネクターをねつなげていたっていうのが原因ですね。赤色なんでこれバッテリーから来てるやつだと勘違いしてましたね。でシグナルの方に 10A 以上の電気の要求があったってことですね。それでヒューズが飛んだと。はい、原因が分かればなんとか。じゃあカウルを元へ戻そうか。これ戻す方が大変なんだよな、毎回思うけど。ついた。ほんとつける方が難しいな、これ。これが特に難しいな、これが。はい、これでとりあえずヒューズ交換がこんなに大変なんかなっていうものと、ついでにガスペケ 250R のカーブ剥がしって外すよりもつける方が難しいっていう動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。